今日から東京霞が関では本格的にクールビズが始まりました。今日の朝は少し肌寒いぐらいの気温ですが、多くの職員の方がネクタイなしで出勤しています。地球温暖化対策や節電の一環として行われるクールビズ、今年は9月末まで設定されています。環境省ではネクタイやジャケットなしの携装を呼びかけ、冷房を使っている時の室内温度は28度を目安としています。トップスは沖縄のかりゆしを着用しています、はい、ですごく通気性が良くて涼しいです。ちょっと汗かいたりとかあるんですけども、やっぱ服装で自分で涼しくなっていくと効率も集中していきますね。政府は二酸化炭素など温室効果ガスの排出を2030年度までに2013年度に比べ 26% 減らす目標を掲げています。